はい、皆さんこんにちは。企業からパイジャイことエイジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか不況とかヒップホップに接するお話をしたいと思うんですけど、本日はまあビジネス寄りのお話になります。はい、でですね、今日あのサムネイル見た通りなんですけど、まあコロナウイルスでまあフリーランス悲鳴と騒ぐ日本人の闇みたいな感じのお話についてまあしていこうかと思います。でまあ今日もですね、マインドマップの方でお話したいと思いますので、こちらの方どうぞ。はい、ということでですね、まあお話ししていきたいと思います。まあそもそもこのコロナウイルスでフリーランス悲鳴と騒ぐ日本人の闇ということで、これ一体何ぞやっていう話なんですけど、ですね、ツイッターでフリーランス悲鳴がまあトレンド入りしてたんですね。シャープフリーランス悲鳴みたいなんですね。でこのフリーランス悲鳴ってこれ何ぞやって話なんですけど、これですね、これ、政府がコロナウイルスでの、保護者休業の援助金1日8330円の上限、これを自営業やフリーランスの人は対象外としたわけですね。でですね、もちろんですね、ホテル経営やイベント会社っていうのは今ものすごく大打撃受けてるわけですね。コロナでできないんでね。なんでここら辺の大打撃受けてる人たち、本当にもうね、直でこうお金が入ってこなくなるんで、みんなあのやばいんですよ。まあ、ちなみにうちの会社は問題なく稼がせていただいております。なんですけれど、まあこういったことがあったんですね。でこちらの方を見てもらいたいんです。この一番上のですね、ツイート、いいですか。フリーランスはリスクがあって当然、国に頼ろうなんて甘い、私は違うわと自己責任論を展開するフリーランスの人たちのツイート。他人に頼らないフリーランスの俺、かっこいい的な中二病感強すぎて笑えん。権利を放棄して権力を甘やかすのは当然かっこよくないぞ、みたいなことです。これすごいですよね。まあこれだけじゃないです。これはまあもちろんですね、まあフリーランスのやつはね、なんだろうね、あの自由な俺らかっこいいみたいな、その中二病感が笑えないみたいなことを言って、まあフリーランスの僕らディスられてるんですけれど、もちろんこういったね、あのすげえネガティブなね、こういうツイートだけではないんですよ。そのフリーランスの人たちからすると、いやお前らに関係ないでしょみたいなのが言って、でも第三者、これ全部で第三者いるんですけど、あともう一つは、いやいやお前らなんでそこで揉めてんのみたいな感じですね。まあこんな感じで分かれてたわけですね。でまあフリーランスにまあ援助がないことに同調を求めるのは正規雇用者たちであるってことだよね。はい。でこの人たちね、こういった感じのツイートしてるんですよね。他人に頼らないフリーランスの俺、かっこいい的な中二病強すぎて笑えみたいなことを言ってるんですけど、これってのはこれですよね、正規雇用者たちがまあこういうことを言ってます。これ何なんだって話したんですけど、なんかフリーとか企業とかに対して、雇用者、正規雇用者たちがめちゃめちゃネガティブな印象を持ってるなっていうのをものすごく、はい、感じました。これすごいと思わないですか。こんなことわざわざこんなこと書かなくていいじゃないですか。これそもそもなんですけど、正規雇用とか、そういうところじゃないですよね。これ国がちゃんとすればいいだけの話なんですよ、この話って。なのにもかかわらず、そのね、正規雇用者たちっていうのは、非正規雇用者たちとか、フリーランスの人たちとかっていうものをわざわざディスるっていう、ここで。で、このフリーとか企業とかネガティブとか、多分自由な人とか、そういった人たちに、俺はあえて今不満を爆発させてんだろうな、なんていうイメージが取れます。なんでフリーとか企業とかネガティブな印象を持ってる人がまあ多いなぁなんて思ったんですけど、ここでちょっと僕の話したいんですけど、昨日僕ですね、自分のお店がありまして、で僕今新しいビジネスを作ろうとしてて、人間100人ぐらい今集めてるんですね。でいろんな人たちに声かけるんですけど、みんなね、なんか全然乗る気になってくれないんですね。まあ僕の実力不足っていうのもあると思います。しかし聞いてみると、なんかそれお金稼げんのみたいな、そういった感じのノリなんですよ。でね、そういった人たちもね、みんなね、なんかね、ちょっとお金に対してもネガティブなんだよね。すげえネガティブだと思います。起業とかしてる人たちってお金に対して超ポジティブなんですよ。なんで多分こういうね、ツイッターでこういうことを言ったりする人っていうのは、これお金に対しても絶対これネガティブなんですよね。フリーとか起業とか、もうその時点でこうアンチニズムを出してるっていう、こういうアンチニズムを出してるっていうのはね、こんなのだって別に関係ないじゃないですか。個人的な問題なんで。言っちゃうと、まあ国がマジでバカだなとは思いますけど、ね、こういったことをね、正規雇用者の人たちは、非正規雇用者のね、フリーランスの奴らざまあみろみたいなことを言ってるけど、いや、そこ闇だろみたいな。なんでそんなところで戦ってんのみたいな話なんですよ。なんで、これね、言ったけど、フリーとか、まあ企業とかな、そういうところにもうすごく、ネガティブな印象を持ってて、でまあさっき話したね、先日の僕の話、僕ビジネスやろうとして友達話しかけてんだけど、みんなね、お金に対してもネガティブなんだよね。ってことはね、もう全然分かってないですよね。お金ってのはそもそもツールだし、投下で渡すツールでしかありません。
だからこういったこと、お金に対してもまだその理解をしてないというかですね、まあ、働き方に対しても理解をしてないから、こういうところでフリーとか企業にネガティブで、多分根源っていうのはお金に対してもまあネガティブなんだななんて僕は思いました。でまあこっからなんですけれど、こういった感じの、まあ、今回ね、正規雇用者たちがフリーランスの人たちをめちゃめちゃもうね寄ってたかってディスるみたいなのがあったんですけれど、こちらパートタイム有期雇用労働法が、まあ、改正されて2020年の4月1日、まあ、言っちゃうと来月っすよね。来月にこれ、法改正したんで、これスタートします。で、これなんぞやって話なんですけど、これ、同一労働同一賃金っていうのが、まあ、一番大きいかななんて思います。で、同一労働同一賃金って、まあ、なんぞやっていう話なんですけど、まあ、簡単に言っちゃうと、正規雇用も、非正規雇用も、同じです。すべて同じします。待遇や給料が一緒になります。はい。で、まあ、簡単に言うと、年功序列志望っていう話なんですけど、はい。この同一労働、同一賃金になることによって、この正規雇用の人たちと非正規雇用の人たちの扱いが一緒になります。つまり、今まで正規雇用の人たちがボーナスをもらっていたってなった場合に、非正規雇用もボーナスがもらえるということになりました。これ、いいことですね。マジで。パートタイムの人とかも全部同じ。なんだけれど、別に会社はですね、あれですよ、払わないという方法で来るはずです。っていうのも、正規雇用ばかりの会社だったら、みんながその従業員ね、正規雇用の従業員とかばっかだったらいいけど、その会社の半分以上が非正規雇用だった場合、パートとか、そうした場合に正社員の人とかと同じように会社の半分以上の人たちにね、の給料を上げて、ボーナスを上げて、そういった全ての待遇を正規雇用側に合わせなきゃいけないってなった場合、かなりやばいじゃないですか。なのでそういった大きい会社とか工場とか、まあ非正規雇用がたくさんいる会社っていうのは、正規雇用の人たちがこの非正規雇用に合わせることになります。つまりこれ何かって言ったら、これ減給につながります。はい、要するに非正規雇用側に動くので、あとはボーナス制度の廃止っすよね。ボーナス廃止、そういうことになります。はい、なのでこの同一労働同一賃金というのは、このパートタイムね、有期雇用労働法が改正して来月始まるのに、こういうことをよく言ってられるなって僕は思っちゃったりします。はい、何も考えてないのかなって思いますね。まあ、ちなみにディスるわけではありません。これが始まるっていうことは、これ間違いないですよ。同一労働同一賃金になっちまいますってなった場合に、正規雇用の人たちで、非正規雇用よりも非正規雇用の方が少ない会社は必ず減給でボーナス廃止になります。年功序列で、今まではね、パソコンの前でゲームやってたおっさんどもがみんなパートタイムまで下がるっていうことになります。ちなみにこれっていうのは海外ではもう超当たり前なんですよ。でまあそっちの方がですね、まあ幸福度が高いっていうんですね。っていうのもですね、これが始まることによって、まあ働き方改革ってやってるじゃないですか。まああれのめちゃめちゃ大きな一環だとは思うんですけれど、まあ要するにみんなパートタイムになることによって、1週間のうちもう多くて3回から4回働いたりする人がいるみたいなね。であとは収録全部午前中みたいな働き方もできる。でそういう感じで、まあ海外ではやってるんだよね。でそうするとですね、その国のですね、幸福度がね、みんな高いって言ってるんですね。まあ時間っていうものに余裕ができるからさ、こういうのはまあいいなとは思うんですよ。思うんですけれど、ね、まあまだ日本ではまあこれが今ね、4月に始まるばかりだから、まだそんなにいきなりゴロッとは変わらないけれど、初めに変わる前に必ずこれ、同一労働同一賃金に1回なって、この年功序列が死亡します。で、正規雇用の人たちの減給ボーナス廃止が行われます。はい、みたいな感じでですね、今日僕がまあお話ししたかったのっていうのは、コロナウイルスでフリーランスと騒ぐ、フリーランス悲鳴とね、騒ぐ日本人の闇っていうことなんですけど、こういうところですね、このツイッターの一番上の、まあね、フリーランスの人たち、中二病だ、なんだなんだかんだって言ってるけれど、まあ実はお前らは、この正規雇用の人たちは、パートタイム、有期雇用労働法のこの改正により、同一賃金、同一労働が来月から始まりますよっていう話ですね。で、何もこういうね、
こういうフリーとか、まあ企業とか、企業とか、まあそういった感じに、まあネガティブな印象を、まあ持ってる人が多いんだけれど、実はそこじゃないよ。来月これ始まるよっていう話です。はい。なんかこんな感じでですね、僕すげえこう見てて、まあ僕もまあ起業家としてね、まあ一応個人起業家なんで全然大したことないんですけど、でもまあなんだろう、そのまあ僕の友達の話も含めてですね、みんなそうやって自由とか起業とかフリーとかっていうものに、あとそのお金っていうものに対してめちゃくちゃこうね、ネガティブな印象を持ってるなと思ったんで、今日はですねこのお話させていただきました。本当にですね、この人生っていうのは、まあ、人生イコール時間なんで、はい、まあ分かるとは思うけど、僕たちは寿命が切れたら死にます。はい、ただそれだけのことなんですけど、でも僕そのサラリーマンとかって、まあね、まあ、別にディスってるわけじゃないですけど、その僕らの時間を削って、まあ、お金を稼いでるっていうことなんですね。はい、なんで、まあ、大切なのはその時間だよって、まあ、僕は言ってるんですけれど、まあ、さっきも言ったじゃないですか、まあ、海外ではですね、そのパートタイムでやってるので、まあね、まあ、みんな幸福度が高いっていう感じでね、だからまあこれからこういうね、あのパートタイムのね、こういう改正されたから、まあ、同一労働同一賃金になって、まあ、これからいいだろうなとは思うけど、はい、これから正規雇用が減給ボーナス廃止やってきますよみたいなのはあります。はい、でね、そういったことに関して、まあ、あんま考えてないのっていうのと、あとこのフリーランスに援助がないことに、まあ、同調を求めてるその正規雇用の人たちっていうのが、まあフリーとかお金とかに対してはネガティブだなっていうところだなって、だからまあこのなんだろう、コロナウイルスでフリーランス悲鳴と、騒ぐ日本人の闇っていうのは、まあここだなと思う。お金に対してネガティブとか、まあこういったことだな、フリーとか企業にネガティブみたいなところがあったんで、まあこれお話しさせていただきました。もうマジでそういう風に思わない方がいいっすよ。人間は時間で生きてるので、まあそういった感じで思考していくと、多分人生本当に台無しの人生になると思います。はい、みたいな感じですね。まあ僕のこの YouTube のアカウントは、まあヒップホップの情報と、あとはビジネスの情報を発信させていただいております。で、あとですね、 Twitter の方やっております。そちらの情報をすべてですね、この動画の説明欄のところにURL 貼っときますんで、そちらからチェックの方よろしくお願いします。で、あと LINE 公式の方を始めました。で、今 LINE 公式の方ですね、お友達登録していただきますと、まあビジネス系のですね、まあ無料のノウハウと、あとビジネスの用語リストっていうのを、無料でお配りしております。ビジネスに興味ある人、本当に初心者の人、登録してもらえば無料でプレゼントしますので、そちらよかったら、お友達追加の方よろしくお願いします。ということで、まあ今日はちょっと雑談っぽくなったんですけど、まあこんな感じとなります。本当にお金とか、まあそういったねものにネガティブにならない方がいいっす。マジ超ポジティブにやってればマジでバンバン金稼げます。ということで、まあ本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。企業家ラッパー、イージーアイことエジでした。